たなきゃダメかもね。売り切れちゃったりしないかな。相変わらず繁盛しているようね。おかげさまで。それにしても珍しいですね。いつもお弁当や外食なのに。気まぐれよ。適当に見繕ってちょうだい。承知しました。お持ち帰りですか？いや、ここで食べていこう。賑やかでいい。じゃあ、あれですか？うん、そういうこと。みんな、というわけで、今日は全品無料だよ。おっしゃ。請求はうちに送っといて。はーい。お買い上げありがとうございました。新顔がいるな。名は？スバル。星見スバルです。スバルか、いい名前ね。ありがとうございます。私は天川かぐや、3年 A 組にいる。話に聞いていた新入りというのはお前たちのことか。腹は空いているか？はい。友達に買い出しを頼まれて、それで。うん。おい、つぐみ。はーい。この子たちの分、包んでやりなさい。多めにね。わかりました。ああ、
私が全部払う。好きなだけ食べなさい。ありがとうございます。私、貝締めなんて初めて見ました。所詮パンやジュースよ。そう大した金額でもない。困ったことがあったら天文部に来なさい。私はそこの部長をやっているから。わかりました。さて、食べるか。で、おかげで昼飯を手に入れることができたと。お前さんも妙な人に縁があるよな。そうだよ。あんな美人といつの間に仲良くなってたんだかね。ほっほー、それはそれはムード満点の出会いだったね。私も知りたい。天川先輩か。何から話したものか。今、天川先輩の話をしてなかったか。だ！いきなり大声で会話に割り込んでくるなよな、ケンジ。すまん、つい反射的にな。ケンジでいいよ。そういえば、ちゃんとした自己紹介はしてなかったな。俺の名は荒木ケンジ。5月5日生まれ、牡牛座の A 型。剣道部主将、段位は3だ。あ？その腕前と面倒見の良さから部員、主に女子から強く慕われている。部外にも女子のファンは多い。おい、実家は剣術の道場で、その業界では有名。ちなみに姉と妹が一人ずつ。人のことをベラベラと喋るな。しかも姉や妹は関係ないだろうが。いや、手っ取り早くお前のことを理解してもらおうと思って。とっても残念なことに、お姉さんは昨年結婚してしまったが。お前らな。ともちゃん、俺ら幼なじみだから。ともあれ、これからよろしく。俺のことはどうでもいいんだ。天川先輩が何だって。美しい方だ。無視するな。じゃあさ、なんでみんなあんなに恐縮してたの。まるで女王様みたいだったよ。偉い方だからだ。だから無視するな。実際それくらいしかわからんのだ。そうそう、とにかくこの学校ではあの人が一番偉いの。教職員も頭が上がらんらしい。ほへぇ、はあ、そりゃいい表現だ。そう、無敵だ。無粋な物言いをするな、まったく。
この時期も部長なの？譲る相手がいないからじゃね？2年の部員いないみたいだし。まあ詳しく知りたきゃ実際に天文部まで会いに行けばいいんでないの？行ってのお楽しみだな。天川先輩のクラブを偽物のように言うんじゃない。だってよ、面白いことには違うんだろ。それはそうかもしれんが。ねえねえ、ケンジ君ってさ、天川先輩のことが好きなの？は、な、何を。そうだよ、ケンジは入学した時から天川先輩にぞっこんなんだよ。ケイ、余計なことを。でも図星でしょ。あ、そう、手洗いだ、手洗いに行ってくる。ケイ、あいつは純情なんだからそんなにズバッと聞くんじゃないよ。面白くってさ。そうそう、こいつも幼馴染の一人。されんともいいね。そんじゃ。それにしてもさすが都会のマンモス校だよね。設備がすごいよ。屋内プールに、大きな図書館に、トレーニングジムもあったね。誰でも使える。え？あー、少し体を引き締めようかなと。違うよ、ただほんのちょっとだけ。そういうことを女の子に言ったらいけないんだよ。まったくもう。そろそろ天文部の見学に行こっか。それじゃあレッツゴーの前に、もう一つ見ていきたい場所があるの。
上からの眺め、私はまだ体験してないんだもん。もうノリが悪いな。じゃあともちゃん先に行っててもいいよ。すぐに追いつくから。もう部活に行ったみたいだけど、何かご用？天文部に、そう、頑張ってね。頑張れよ。元気でな。逃げるのも勇気の一つよ。空いてるよ。天川先輩の声だね。失礼します。お前たちか。こんにちは。ああ、うつらうつらしてた。まったくだ。それはそれとして、せっかく来たんだ。まあ、適当に座りなさいな。そこの冷蔵庫に飲み物がある。好きなのを飲んでいいよ。なんか用か？私たち天文部の見学に来たんです。へえ、星に興味があるの？えらいえらい。この町に住む以上、天文というものには敬意を払うべきだからね。それってどういうことですか？なんだ、知らないで来たの？ああ、ごめんなさい。そもそもこの星条鏡は
陰陽師たちが天文を観測するための土地として開かれたわけよ。へえ、すごく歴史のある町なんですね。そうだっけ。口で説明するより見た方が早いわね。うちの観測会に参加すれば写真じゃなく肉眼で見ることができるぞ。夜空を覆い尽くす星空をね。とにかく星状鏡といえば星、星といえば星状鏡というほどに有名なのよ。すごいでしょ。私の目ともき、私の胸が気に入ったのか。ともちゃん、こんなもの見たけりゃ見せてやってもいいけど。ともちゃん、あのね、私が。先輩も、ともちゃんをからかわないでください。すぐに流されちゃう人なんですから。からかったわけじゃないけど、まあいいか。はバイトで休みだ。で、後の人は？いないよ。え？天文部の正部員は私ともう一人の1年生の2人だけだ。左右同時に驚くな。耳がおかしくなる。クラブだって聞きましたけど。そうだよ、私のクラブだもの。4月は新入生がかなりいたんだけどね、どんどん辞めてっちゃってね。なんでかな。しごきとかあったりするんですか。はあ、軍隊じゃないんだからそんなことするわけないじゃない。なんだ、安心しました。なのにみんな体が持たない、疲れましたとか言ってやめてくの、おかしいね。そうですね。面白そうだよ。けどさすがに2人だとできることも限られてね。ちょっぴり人員が欲しいんだが。というわけだから、二人とも見学なんて言わず、スパッと入部しちゃいなさい。うちはいいぞ。
活動費は潤沢、合宿所完備、高級機材を使いたい放題。ほら、これを見ろ。こういう恵まれた環境で星々の世界を堪能できるなんて素晴らしいことじゃない？素敵。しかも一切部費や会費の類は徴収しない、全くの無料だ。ただなんですか？すごいです。先輩、このクラブ証券っていいところに目をつけたな。クラブの決算時の状況によって高利率の配当金を受け取れるとのことだ。この声優会メンバーズシステムって何かの会員権ですか？それに気づくとは素晴らしい。映画チケットや旅行券を格安で入手できるようになるという素敵会員権らしいぞ。すごいよ、ともちゃん。元金が100円でもうまくやれば何千万倍にもなるんだって。ひどい、グーでぶった。大人げない、ほんの冗談なのに。知らない。え、冗談だったんですか？今度は2回もぶった。うん、お前たちいい呼吸だな。うん、実際のところ部員が欲しいってのは本気。うちに来ればどこよりも素晴らしい星空を見せてやれるよ。どう？案外と慎重な男ね。いいじゃない、決めちゃおうよ。わかった、ともちゃんがそう言うんだったら。せかしはしないが、さっさと決めなさい。ま、好きにするのが一番よ。気に入ったならいつでも来なさい。気に入らなきゃそれはそれでいい。それじゃあ私は昼寝の続きをする。以上、見学時間は終わり。結局どうするの？天文部のこと。ともちゃん、こういうのは下手っぴだね。どいて、私がやるよ。良さそうなクラブじゃない。
天川先輩も面白い人だし。はっきりしないな。嫌なの？知らないよ、トモちゃんのバカ。ひどいよ。なんで一緒じゃなくてもいいなんてそんなこと言うのよ。そうだよ。何？私、トモちゃんの他人なの？違うの。他人じゃないもん。ちゃんのバカ。